ジンジャーレコードフィーチャリングジ・オメガバースプロジェクト。オメガバース講座第4回、全員が妊娠できる世界。こんにちは、クヌギ扇です。アシスタントの宮内かなえです。サオトメです。ずんどう鍋だ。ツルです。リーです。酔い腰だ。ハヤトだけど、なあユウちゃんは？中谷は僕らのクラスじゃないし、人数も多すぎるから呼んでない。ユウちゃんだけ仲間外れにすんなよ。俺呼んでくる。あ、言っちゃったけどいいの？放っておこう。さて今日の講座だけど、全員が妊娠できる世界？そう、僕たちの世界では誰もが妊娠することができる。そんなの当たり前じゃん。歴史的に見るとそうでもないぞ。昔は女方しか妊娠できなかったんだっけ？不便だよね。そっか、男方同士女方同士やったら避妊せんでもええってことやろ。楽ちんやん。最低な発言だな。そういうこと言ってるからモテないんだよリーは。うっさいわ。まあまあ、ともかくだ。以前は男と女の性交によって女が妊娠する形しかなかった。今は男女やアルファ、オメガ、ベータの区別なく、誰もが妊娠させることも妊娠することもできる。そういう風に人間が変化したのは、人口が急激に減ったからなんだっけ？らしいね。もうずっと前の話さ。でもさ、昔はどんなに好きでも場合によっては子供が作れなかったってことでしょ。恋人同士なのにさ、なんかかわいそうだね。本当にそうだよな。帰ってきた。昔だったらアルファで男型の俺とベータで男型のユウちゃんとは子供が作れないけど、今だったらできるんだねえユウちゃん。うん、ベータだからね。オメガよりは妊娠しやすいよ。オメガは生殖力が低いからね。その分発情期がある。そうだな、オメガの発情期はそもそもがその低い生殖力を補うために、高い生殖能力を持ったアルファを引き寄せるためのものだ。発情期のオメガのフェロモンに当てられるとアルファはヒートを起こすからね。あれほんと厄介。流れ玉に当たったようなものだな。ヒートしたアルファの生殖能力はほぼ 100% になるかな。で、生殖能力の低いオメガでも妊娠できるっちゅうわけや。そうでなくても僕のものに手を出すなんて真似はおすすめしないよ。オーギー、ほんと消えてくれないかな。ジンジャーレコードドラマ CD。 原作ヨハ、フュージョンプロダクト、ポーバックス、ジ・オメガバースプロジェクトコミックス。さよなら恋人、また来て友達。出演村瀬歩、立花慎之介、堀江俊、白井雄介、伊藤健人、川西健吾、八代拓、山谷義隆、徳石勝弘ほか。2016年10月28日発売。